長編推理小説。雑誌、旅に連載され、1962年11月に公文社から刊行された。ミリオンセラー、テント1の三原警部補と取海刑事が、再び探偵役となり、犯人が仕組んだアリバイに挑戦する、ミステリー長編である。小説の時代設定は、テント1から4年後とされる。3度テレビドラマ化された。 関門海峡に面した文字市の古社、若目狩神社において、旧暦元旦の未明に行われる、若目狩神事に対する、写真撮影が殺到していた。他方、その前日深夜23時ごろ、神奈川県の相模湖近くの弁天市まで、交通関係業界市の編集人、土井武雄の死体が発見された。土井の登縮していた宿の女中は、 女性が同行していたことを証言するが、その女性は、行方不明になっていた。有力な容疑者も上がらず、手がかりがつかめない中、三原警部補は、問いの交際人物のリストから、行動に、作為の感じられる、タクシー会社の専務、峰岡修一に着目する。だが、峰岡には完全なアリバイがあった。若目狩神社の鳥居と関門橋いたこの、 あやめ原作における設定を記述。推理文学シリーズ、時間の習俗。1963年8月16日20時21時、NHK の文芸劇場枠で放送された。松本清長の時間の習俗。1982年6月19日21時2分22時53分に、TBS 系列のザ・サスペンス枠で放送された。 視聴率は21.1%であった。松本成長スペシャル時間の収束富士テレビ開局55周年特別番組として、富士テレビ系列で2014年4月10日の21時23時15分に放送された。視聴率は10.2%であった。ありがとうございます。